お疲れちゃんスラッツです。今日はですね、こちらの彫刻で 1.9 U の字側削り、はい、やっていきたいと思います。ということで、まあ、高回転ならば何でも強いやろっちゅう話ですね。はい、U のとディガーでちまちまね削っていきたいと思います。さあ、フリア YT 来ましたね。 YouTuber です、よろしく。さあ、でまあこのデッキはもう頑張るとしか言えないっすね。もう気合でいきます。はい、とりあえず守るとこから。さあ、虚数拳本具っぽいっすね。あ、でも高回転のやっぱこのコウモリヤリゴブとかがやっぱ強いので、結局ね、よいしょ、このコウモリあたりで無双したいっすね。でこのコウモリですら残ったのがもったいないので、ユーノとかつけてあげてね。おお、いやー、熱い熱い熱い。さあ、事故ってる。これ結構エリアドを取ってるっすね。さあ、からの次の俺のコウモリが強いぞ。さあ、ファイスピを回してきそう。攻めウッドで、あー、おあれ、そんな入るっていうぐらい入ってる。さあ、結局高回転が壊れという証明になりが、よろしくね。これフリアみたいな人ってロイ、なんかめちゃくちゃ昔にロイ使いでいたような気がするんですけど、わかんないですね。全然別人かもしんない。さあ、とりあえず形組まれたら僕余裕で守れないんで一生ちまちまやっていく。あー、これもったいねえな。さあ、そうなんですよね。まあ、守れないって言っても守るっすけどね。気合で。気合の1コス大量発生。いや、強っ。ランナースケだけぐらいで。さて、ちまちまいくでしょ。左の250は、最悪、なんとでもなる。あと、コウモリマジでこれやばいっすよ。相手何もできないですね、このコウモリ。バイスピ使ったら。で、さあ、削るでしょ。で、レスピと、ウッドで。いやー、完封、熱い。マジ、コウモリ最強すぎてやばいです。あ、これまたコウモリ無双です。はい。さあ、下がってくれる。レスピと、ウッドで。ホグは入りません。で、ディガーでちまちま削らせていただくよと。あれ？サタは神相性？いや、神相性に思えてしまうが、そんなこともないが、いや、コウモリマジで強いですね。なんかコウモリとかやりこぶって、まあなんかね、ひょろひょろしてますけど、チリツモっすね、結局。チリツモだし、このミニミニのダメージでも、やっぱずっと存在してるとね、ダメージ量溜まってきますから、キョスケ溶かせるし、無双するし。2コスで無双すればもう、鬼得っすよ。出し得っすね、マジ。高回転やりこぶコウモリ。いろんなデッキに入ってきますからね。まあなんかね、よく聞くのは、まあコウモリはなんかこう、ね、相手がザップ使った後とかで無双してたら強いのはわかるけど、やりこぶのね、やっぱ強さがあんまわかんないみたいなこととかも、まあ、よくある話なんですが、やばい。え？ハシマエルスピ俺バカ、金起動される。やめて。うん。よくある話なんですが、なんだろうな。まあなんか、ユニットの後ろにいるだけで、相手のスケアを溶かしてくれたりだとか。いや、いいエルスピ？まあ、スケ処理っすね。スケとやりゴブ、うん、スケとコウモリ処理に。まあ、あとは、まあ、単純な小さな削り。小さな小さな小さな削りっすね。こういう端前のこれっす。これだけで強い。うざい。で、これに対応してくれたら美味しいし、まあ、対応しなかったらしなかったで、美味しい。うん。お。さあ、ここ一回ぶっぱすね。あれは、2コストあれば守れるんだね。あ、え、マジで？メガナイト枯渇で1本捨ててくるんだ。
あれキング起動できなかった、ザップがない相手。この辺のギャング用にファイスピを出したい。えやばいマジでやばい、綺麗すぎるやろ。待って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 、俺の言った通りに戻してくれるじゃん相手。さあなんならもうキング落とせるっすね、これだって。俺キングおられなければ負けず。こういうのもいいっすよね。形組みたいときに、ちょっと嫌がらせのね、みたいな。で、コウモリこれ2周目回したいっすね。ファイスピなんか小物さあ、言うのが、なんかいっぱいいるな。おい。強っ。小物系にはまあ、このスピスピ軍団がね相性いいのかもしれないですね。さあシャシャった攻めによってちょっと怖いが、ちょっとだけですよね。あ、これもう守れないです、はい、守れないんでおとなしく諦めます。キングがおられなければ勝ちですね。さあナイス。いや、ユーノもいいし、なんかユーノの周りもいいっすね。合計点。ヤリゴブ、コウモリ、ディガー、スピスピ無双。スピリット系なぁ。最強か？さあ、ナイス。これ12勝いきたいなぁ。あと4勝。近いようで、遠いっすね。こっから。こっからマジで、この出来だって何でも守れるっていう考えもできるっすけど、やっぱ合計点なんで。何でも守れないですもん。ロイとか、ロイとかやべえな。エレジャイは、エレジャイはもう、まあ引かないっすね。僕ぐらいになったら。引いたらもう負けなんで。さあ、ちまちまいきます。バイスピ。あー、ロイジャイっぽいけど、ロイジャイだけはやめてください。お？相手も1コース3枚ぐらいある。さあ、仲良しパターンね。アチャクイの1コース3枚はやばい。クロスだ。うわ、マジでこれやばい。どっからダメでもクロス勝てんやんっちゅうデッキなんですよ、僕今。で、クロスを引くっていうのがマジでやばい。しかもアチャクイだな。全然消えんやん。うん、消えた。お？おい。さあ、エリポンクロス。ま？きつすぎんかと思いながらも、ミニッペを裂いたらユーノの受けがちょっと大変じゃないか。お主走るぞー、走るぞー。さあ、まあ、LSP は強いよね。おお、そんなに許してくれるんですか。まあディガーとウッドで最悪クロスはなんとかなるっすね。いや、こんなになんかリードさせてくれていいもんなんていうぐらい。さあ、ヤリゴブが強い。お？スキャム、なんかすべてが、すべてがなんか、俺の味方してる。さあ、これは、スケぐらいでいいかな。うん。さあ、着衣とか、マジでクロスとか置かれるだけ苦しいんですけども、置かれません。置かれないから別にきつくないっていうかな。さあ、これちょっと、ダメージをね、もう狙っていくっすよね。さあ。なんかすべてが、相手噛み合ってねえな。言うてなんか余裕こいてますけど、僕。もうきついです、はい。あ、マジで。あれ絶対こっちだからな。はい。よいしょー、よいしょー。うお、強い。え？なんならからのエリポンまで。コンビか？そう、槍ですら、あ、もう勝ったっすね、これ。そう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 。まあ、エリポンクラス、ディガーがね、エリポンにね、ぶっ刺さりいいさ、ナイス。まあ、クロス、ノーダメだしかも。クロス置かれたら、まあ、終わるっすよ。うん。置いてください。置かれると、マジ、泣くしかないんだよね。
さあ相手のお気に入りがちょっと珍しい。ダクネベビーギャングル、何なんだろうね。さあ LSP 芝生、ああ一応スパイク LSP とウォールブレイカーか。あんまりセットになってるの見ないっすよね。おお、まあ一旦めっちゃ活かしてもらう、めっちゃ活かしてもらって、おー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 、もうこんなになんか似てるデッキなことがねえからちょっとびっくりしちゃうっすね。いやめちゃくちゃいい受け、やばい。お、たまたま嫌なハメだけはさあ、え、待って待って、なんかさっきから、さっきからというかこんな似てるようなデッキが来んのかな。コウモリス系 LSP ホールブレイカー、高回転ペッカーホールブレイカー強そうだな。ペッカー出さなくても無限にホールブレイカーで攻めれるよっていう。さあペッカー来たらもう本気。さあオールブレイカーこれ2コスでセパってやっぱめっちゃ強いじゃないですか、両サイドにねコス使わせて。なんですけど僕この1コスがいっぱいあるんでそんなエリクサを損しないっていういい話っすね。さあウッドがなんか持ってたっすよね。さあ LSP、 あーやばい、これやばいな無限陸受け無限なんだよな。さあこの槍残したいっすよね。からのいやでかい。さコウモリを裂いて、なんか地味だなこれ。ちまちまやっていこう。高回転ペッカ取れねなさそうっすね。なんかラバとかゴレとかエレジアイとかを引けるとおもろい展開になりそうなんですけど。さあこれコウモリ出して LSP 来ます。ウッドでしばきます。来ませんでした、恥ずかしい。わあちょっと怪しい展開。いやマジコウモリと1コス壊れっすよね。1コスが壊れなのかな、何が壊れなの。さあ俺でもそんなダメージを与えれてないのでダメージを与えに行きたいが、右行く左行く。さあ呪文しかダメージ受けてない。動画450なのであと9回、あと8。あやばい、うん、おやばいが、こんだけやられたのでやり返します。コンビめちゃくちゃいいファイブされたっすね。なんならこれですら許容しちゃう。さあウッドで最悪スピリットも引いて、まあまあまあ相手のキムロンが行かれてたっすよ相当さあ来た高回転の2周目っすね。やりこぶコウモリ無双でやっていきたいですね。さあちま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 、これ両サイでも削っていきたいな。やばい、後輩スピーお願い飛ばないで。ああ強っ、これ取れなるっすね。お、でもコウモリがいいいいいい、ディガがタゲ取ってる、優秀か。さあこれエリポンゴレかな、ランバーいるんで、うわー、ライドラ、スケドラ、ダクプリーみたいな。まあ、ゴールナイクダク、うわー、え、待って、最悪。全然言ってることと違うんだけど、それはそれで最悪。お願い、あんま来られたくないんでね。お、なんか、相手も高回転。お、お、お、なんか、動詞似たような出来気がする。さあいいよこれ、結構入るぞ。いやー、うわ待って、ランバーのレイジ考えられてんのあれ。てかどう考えてもディガー使ったらダメでしたよね俺。
ランバーレイジまで考えられてたらエリポンに入る。エロいっすね、マジ。さあ、次のエリポンにディガー飛ばしたいっすね。できた。インカユーナで攻めてから。よしよしよし。いや、ディガー殴れてる。あの、エリポン殴れてるだけでかいっすね。まあ、ダメージ入ってないの、渋いけど。まだ相手の、相手のデッキよくわかんないっすね。あ、エリゴレか。普通でした。うわ、てか、高回転、エリゴレマシン。やべえ、これ。いや、一本折れるのでかい、でも。あ、これやべえ。冷静に。ちょっと待てよ。あ、どうやって守る？あ、わかった。守り方。こうだ。ライドラに感電されてやばい。あれ？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 おい！おい！めっちゃ光っとるやんけ、おい！